はい、では今日はスリランカ風鶏手羽元のカレーを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。まずボウルに鶏手羽元を用意します。それにパウダースパイスを合わせていきます。ターメリック、ブラックペッパー、パプリカパウダー、ローストトゥナパハ、塩、カイエンペッパーパウダーです。前に漬け込むと書いてありますが、一晩漬け込んでも問題ありません。油ですが、サラダ油、キャノーラオイル、ココナッツオイル、何を使っていただいても構いません。お好みでどうぞ。ホールスパイスです。ブラウンマスタードシード、フェヌブリーク、シナモンスティックを砕いたもの、クローブ、グリーンカルダモンを使います。今回は小さめのフライパンを使っております。20センチで深めのものです。スパイスを中火にかけていきます。ブラウンマスタードシードがパチパチと弾け出したら野菜を入れていきます。玉ねぎ、シシトウ、ニンニク、生姜、カレーリーフ、ランペです。ここからは強火でしっかりと混ぜながら炒めていきます。玉ねぎがしっかりと色づいてきたら、先ほど揉み込んだ手羽元を入れていきます。軽く炒めることでパウダースパイスの香りを引き出してあります。炒めすぎるとスパイスが焦げてしまいますので気をつけながら。今回はトマトジュースを使いましたが、代わりに生のトマトを1個分ダイスカットしたものを入れると一層本格的な味わいになります。いつもより煮込む時間が長いのでお水を多めに入れております。塩です。これで材料は全て入りました。強火で煮込んでいきます。沸騰してきました。少し火力を落としてここから20分間煮込んでいきます。20分経過しました。骨付きの鶏肉特有のいい出汁が出ております。蓋を開けた時の香りが最高です。皆様もぜひお試しください。それではまた。